今日のライオン先発は榎田投手、中13日でマウンドに上がりました。ただいきなりランナーを出してバッター2番の荒木、まあ、ショートゴロで打ち取ったかと思いましたが、この送球がそれ、ま、ファーストの山川取れませんでエラー、二塁三塁になってバッターアルモンド、まあ、ショート下がってましたので1点はしょうがないという守備でありましたが、ただちょっと何かもったいない感じの1点でありましたライオンです。であとこの後ですよね。そうですね、一周後の詰まった前のヒットがタイムリーになって、これでドラゴンズは2点目を取ります。松坂大輔予告先発だったんですが、10分ほど前に急遽変わって先発藤島、その藤島ですがいきなり連打を食らってノーアウト2塁1塁ですが、3番の浅村をカーブ、山川をまっすぐ、栗山をフォーク、三者連続三振、いかがですか。いや素晴らしいですよね。なんか急遽登板したようには見えなかったですね。2対0で迎える3回です。ワンアウト満塁とピンチを作ったのは榎田、ここでバッター5番の平田ですが押し出しのフォアボール、この回3つ目のフォアボールを与えました。その後犠牲フライでもう1点をドラゴンズが追加した後、さらに2塁1塁でバッター7番の福田、低めをこれはうまく捉えましたがレフトへのタイムリーヒット、これでドラゴンズが5点目を取ります。一気にシエドもホームへ来ました。まあ、4回頭も榎田マウンドに上がりましたがフォアボールを出すなどして交代、2番手南川だったんですが、ここでちょっと食い止めないればよかったんですけどね。そうですね、ビシエドの第9号スリーランホームランが生まれます。南川が連打連打という感じで止められませんでした。さらに2アウト2塁となって6番の高橋、逆方向のバッティングでこれがタイムリーツーベースという記録になりました。9対0。4回の裏ワンアウト1塁で森友哉、センターバックスクリーンへ藤島から第6号のツーランホームラン、これで2点を返して9対2とします。ライオンズは5回の裏にもノーアウト2塁1塁でバッター3番の浅村、ただここはフォークでしょうか、ショートゴロ併殺打に打ち取られた浅村、流れが断ち切られます。その後2アウト1塁、3塁となって終わった栗山も打ち取られました。まあ、これで5回を投げ終えて、ここで高橋のファインプレーもありましたが、5回を投げ終えて藤島は9対2、7点リードのまま勝ちの権利を持って5回を投げ切ります。6回も投げた藤島ですが、金子裕二をフォークで三振、6イニング9安打5奪三振2失点という好投でした。ドラゴンズは2番手鈴木博士が7回の裏マウンド、2アウトからバッター浅村第14号のソロホームラン、もう打った瞬間ですもんね。それで、まあ、1点返して9対3。さらに8回表またドラゴンズの攻撃、ピッチャーは4人目の小石がマウンドに上がっています。ノーアウト1塁でバッタービシエド、初球でした。ビシエド今日2本目でした。そうですね、今日は6打点というビシエド、3ラン2ランホームランがありました。これで11対3になりました。そして最後は田島が締めたというドラゴンズ、11対3でドラゴンズが勝利、藤島がプロ初勝利を挙げています。加藤さん、はい、試合後のライオンズ辻監督なんですけれども、先発の